エルデシュ数、またはエルデシュ番号とは、数学者同士、あるいはもっと広く科学者同士の、共調論文による結びつきにおいて、ハンガリー出身の数学者、ポール・エルデシュとどれだけ近いかを表す概念である。エルデシュに、共調論文が非常に多いことから、その友人たちによって、敬意とユーモアを込めて考え出された。今日では科学者のコミュニティにおいてよく知られており、 エルデシュと近いことが名誉であるかのように中場、冗談名で語られる。アリスはエルデシュと協調で論文を書き、ボブとも協調で論文を書いているとする。そして、ボブとエルデシュには直接の協調論文がないとする。ボブが協調論文をたどって、エルデシュに行き着くためには2回のステップが必要である。ため、ボブにはエルデシュ数2が与えられる。あるものが新たに、 エルデシュ数を得るためには、すでにエルデシュ数が与えられているものと共著で論文を書かなければならない。エルデシュ自身は、エルデシュ数例を持つただ一人の人物とされ、エルデシュ数が N のものと共著で論文を書いたものには、エルデシュ数 N1 が与えられる。エルデシュは83年の生涯に約1500本の数学論文を書き、その多くは共著であった。 彼と直接の共調論文がある数学者は511名に、および彼らにはエルデシュ数1が与えられる。エルデシュ数1のものと共調論文があり、エルデシュとは直接の共調論文がないものにはエルデシュ数2が与えられる。エルデシュ数が2であるものは2010年10月20日の時点で9267名いる。以下同様にエルデシュ数 n のものと 共著論文があり、エルデシュ数 N 未満のものとは、共著論文がないものには、エルデシュ数 N1 が与えられる。エルデシュ数をすでに持っているものとの間に、共著論文がないものには、エルデシュ数が与えられない。エルデシュ数の定義は、エルデシュが多くの業績を残したグラフ理論の用語を用いることでもできる。協力グラフとは、著者たちを頂点とし、 共著のある著者同士を辺で結んでできるグラフである。このグラフにおいて、二人の著者を結ぶ、道の長さの最小値を、その二人の間の距離と定義する。この時、エルデッシュ数は、協力グラフにおけるエルデッシュとの距離と定義される。何をもって、共著と認めるかについては、やや曖昧さがある。エルデッシュ数プロジェクトのウェブサイトを運営する、ジェラルド・グロスマンによれば、 二つの頂点を辺で結ぶ基準は共同研究の結果公表された共同の著作であって、共著者は何時にいても構わない。研究発表ではない著作、例えば初等的な内容の教科書、歴史書や伝記、翻訳書などは含まれない。エルデシカ数を印刷物で初めて紹介したのは解析学者のキャスパー・ゴフマンとされる。彼は百六十九年に そしてあなたのエルデシュ数はという題目でエルデシュ数についての記事を書いている。アメリカ数学会はエルデシュに限らず任意の二人の数学者間の距離を算出するオンラインサービスを提供している。2004年7月時点のアメリカ数学会のサービスを元にしたデータでは単調のみで協調を書いたことのないものは約8万4000名。 表紙を書いたことはあるが、エルデシュとつながっていないものは、約5万名、有限のエルデシュ数を持つものは、約26万8千名であった。有限のエルデシュ数を持つもののみで考えると、その最大値は13、中央値は5、平均値は4.65であり、8以下のものが99.5%以上を占めた。2014年までのフィールズ賞受賞者は、 全員号以下のエルデシュ数を持っている。今日、異分野間の共同研究も、盛んに行われているため、数学者でない科学者でエルデシュ数を持つ者も,も多い。例えば、政治学者のスティーブン・ブラムスのエルデシュ数は2である。同じくエルデシュ数二を持つ、統計学者のジョン・テューキーを通じて、生物医学の分野も、エルデシュとつながっている。多くの共同研究がある遺伝学者の、 エリック・ランダーは、数学者のダニエル・クレイトマンと協調があり、クレイトマンのエルデシュ数は1であるため、多くの遺伝学者がエルデシュ数を持つ。また、言語学者のノーム・チョムスキーのエルデシュ数は4であるため、言語学の分野も、エルデシュと繋がっている。研究者というよりは、技術者だが、マイクロソフトのビル・ゲイツは、数学の論文を1本書いており、その協調者の、 クリストス・パパ・ディミトリのエルデシュ数が3のため、ビル・ゲイツのエルデシュ数は4である。アラン・チューリングのエルデシュ数は、ビル・ゲイツより大きく5である。昔の数学者は、現代の数学者よりも、発表論文が少なく、強調となると、さらに稀であった。エルデシュ数を持つことが判明している最古の数学者としては、リヒャルト・デー・デ・キントや、フェルディナント・ゲオルク・フロベニュスがいる。 それ以前の人物は、例えば、エルデシュよりも論文数が多いとされるレオンハルト・オイラーでさえ、エルデシュ数を持たないようである。エルデシュ数には多くの亜種が考え出されている。例えば、第二種エルデシュ数とは、協調論文として、その二人のみによる協調しか認めずに定義されるものである。協力グラフとして、アルファベット順で、さきの著者から、 後の著者に向かって一方向の矢印で結ぶ有効グラフを考えるバージョンも考え出された。このグラフにおいて、エルデシュから出発してその著者にたどり着くまでの道の長さの最大値を単調をエルデシュ数と呼ぶ。定義された当時、長さ12の道が発見された。マイケル・バーは、エルデシュ数を有利数の範囲にまで広げた有利エルデシュ数を定義した。アイデアは、 複数の強調がある者同士は、より近いと考えられるため、例えば、エルゲシュと、P 本の強調論文がある者の,のエルゲシュ数を1、P としたい、というものである。この考えでの最小のエルゲシュ数は、シャルケジ・アンドラーシュの1、62である。エルゲシュと直接の強調がない場合は、そう単純ではないため、実際は次のように定義される。強力グラフとして、頂点同士を、 複数の辺で結ぶことを許す多重グラフを考え、P 本の強調がある。の同士は P 本の辺で結ぶことにする。グラフを電気回路とみなし、それぞれの辺の電気抵抗を1オームとした時の2点間の抵抗を距離とみなす。この回路は20万以上の頂点を持つ巨大なものであるから、距離の計算を実行することは大変であるが、 理論的には何らかの有利数の値を取る。さらに、考えを進めて、一本の論文における著者の数が多い場合、その中の二人の結びつきは、二人だけによる協調の場合に比べて弱いと考えられる。バーは、そのための補正をかけた、エルデシ数も、電気回路を通じて定義している。エルデシ数と類似の概念は数多く、考え出されている。例えば、 映画界においてエルデシュ数と似た考えで定義されるベーコン数とは、ケビン・ベーコンを起点として映画で共演したものを結んで定義される数である。ある人物についてのエルデシュ数とベーコン数を足し合わせた数は、エルデシュベーコン数と呼ばれる。例えば、テレビドラマ、素晴らしき日々において、ウィニー・クーパーを演じたことで知られる女優のダニカ・マッケラーは、エルデシュ数4とベーコン数2を持つ。 彼女はカリフォルニア大学ロサンゼルス校で数学を専攻していた。また、ハリウッド女優のナタリー・ポートマンもハーバード大学在籍時に執筆した心理学の論文によりエルデシュ数号を持っており、彼女のエルデシュベーコン数は7である。野球選手のハンク・アーロンのエルデシュ数は1であると語られることがある。1995年、エルデシュとアーロンが エモリー大学から同じ日に名誉学位を授与された際に、ルース・アーロンペアについて、エルデッシュと共同研究をしていたカール・ポメランスの求めに応じて、野球のボールに二人デサインをしたことによる。アーロンのエルデッシュ数が1であると認めるならば、彼のエルデッシュベーコン数は3となる。2004年4月20日、eve のインターネットオークションにおいて、エルデッシュ数4の著者の論文に、共著者として、 名前を載せる権利、すなわち、エルデシュ数を得る権利が売りに出され、最終的に1031ドルで競り落とされた。しかし、競り落とした人物は、自分がすでにエルデシュ数産を持っていることを明らかに、した。実際にお金を支払う意思はなく、論文の著者名義をお金でやり取りする行為を、やめさせるのが目的であったとみられる。彼と直接の共著論文がある数学者511名の、 うち、教著数の多い上位10名と、Wikipedia 日本語版内に記事が存在する数学者を、記載する。ありがとうございます。